い、アンドサウナ東北版リポーターの牧田優香です。はい、第2回のアンドサウナ東北版やってまいりました。前回はですよ、あのひとみ姉さんがいたわけなんですけども、今回から私はもう早速一人立ちなんですよ。もうドキドキでたまらないわけなんですよ。ひとみ姉さんにたくさん教えていただいたので、ひとみ姉さんのように私も整いに行きたいと思います。今回お邪魔するのはエンジェルフォレスト那須白川です。少し自然豊かでのんびりとできますね。最高です、ロケーションは。でこちらにも温泉がありまして、その中にもサウナがあるみたいなんですけど、普通のサウナとあと薬草サウナっていうサウナなんかもあるみたいなんですね。ただ私が今回お邪魔するのはそっちではなくてテントサウナなんです。初めてのテントサウナ楽しんでいきたいと思います。行きましょう。あっち早いかもしれない。羽衣をまとうのがときめきが増すんですね。キュンです。サウナの前にこちらのおしゃれなコテージを先に紹介したいと思います。すごいね、見てください、ログハウスな感じ。いい匂いがするんですよ、木の。住みたい、私こういう家に住みたいです。テレビついてるんですよ。もうぐーたらしてくださいってことですよね。このキッチン、私こんな冷蔵庫見たことないんですけど、イケメンですね、この冷蔵庫。家電まで全部揃ってるんですよ。身一つでもうここに来れてしまうわけなんですよ。いいでしょ、私のお家素敵でしょ。遊びに来てくださいね。はい、着替えてきました。寒っちょっと寒い。今回もしっかりかぶってきましたよ、アンドサウナ帽です。で、頭を守ってしっかり行きましょう。今サウナですね。いるからに暑そう。でもさっきからすごい熱気を感じているんですよご覧の通り、もう森の中にあるわけなんですよ。サウナにも小窓みたいのがついているので、目で楽しむっていうのも楽しめるんじゃないかなとは思います。では行ってみますよ。あ、熱い。ここでも熱い。ちょっと待って、お尻も熱い。なんだろう、この間よりもやっぱりこのサウナの石が近くにあるので、こう熱気がダイレクトに来ます。そして熱いこれ息を吸えないですね。あ、でもなんかこう香りが、やっぱりこう自然の香りがもろにするので、すごい気持ちいいです。景色最高。ここに薪が置いてあると思うんですけど、このストーブの中で、わあ、こうやって火を焚いているわけですよ。めちゃくちゃ暑いんですけど、今の温度がだいたい78度ぐらいですね。この上と下の温度差っていうんですか、すっごいある気がします。下の方とか全然なんですよ。多分暑いのあの字もないくらい、本当にこの辺が本当にじんわり、こう熱波がダイレクトに来てます。でもこれは気持ちいいですよ。でこのテントサウナには、なんと私がちょっと憧れだったロウリュができるみたいなんですよ。セルフロウリュっていうやつですね。ちょっとなので早速やってみたいと思います。ちょっと緊張するんですけど、いきますよ。せーの、いい音。あっち一旦このままに。なんかいい音ですね。あの今は一応何も入っていないんですけど、お好みでアロマとかを足すことができるみたいです。自分の好きな香りとかちょっと足してみても、もっとこうリラックスができていいんじゃないですか。
でもさっきよりもやっぱり湿気が入ったのでちょっと重くなった気がします。なんかもっといい汗をかけそうな気がしてきました。でも姉さんめっちゃ汗かくの早いんですよ。だから私もこれ代謝を上げなきゃいかんと思って。もう上がったかな。とひとみ姉さんはこのアグラスタイルで入ってたわけですよ。私はもうそれがすごいやりたかったので今回はちょっと行きますね。あ、熱いんだけど、やっぱりいい。なんか足がちょっとさっき冷たいなと思ってたのでやっぱりいいですね。これはさすがです。ひとみ姉さん尊敬しかできないですね。じゃ私もこれで汗かいていきたいと思います。本当に久しぶりですよ私こんな汗かいたの気持ちいい。やっぱり汗をかくってあっ死んじゃうよ。でも大丈夫です。ひとみ姉さんは大丈夫死なないと言っていたので。よし行きますよ。せーの。寒い寒い。あでもなんかこの間より冷たい。ちょっと待ってくださいね。今まとってるんで。もうすでにですよ。もう入って10秒で私今ここあったかいです。足元から。私結構足元冷えるタイプなんですけど、今すごいじんわりきてます。さっきまでのこの冷たい風がなんならぬるく感じるんですよ今。すごくないですか？そしてこの見てくださいよこの最高じゃないですかこの椅子。もう。え、何もこんなんいいんですか？贅沢な外気浴なんて最高です。なんかもう見えるところ今全部緑なんですよ。もう木、緑、葉っぱっていう感じなので、あーすごい休まりますね。もう多分ちょっとフラフラになってるところでもすぐにシュッと座ってハーってできるのでこの距離感いいと思います。めっちゃ無でした今。なんかめっちゃ無でした本当に。はい、2周目に途中でしました。この香りももちろんいいんですけど、この音があるじゃないですか、流行りの ASMR ですよ。本当にもう五感全部が気持ちいいんですよ。1回目に入った時よりかはこう 体が多分慣れているのか、こう準備ができているので、こう温まり方がすごいあちあちじゃなくてすごい気持ちいいです。心地よくなってきましただんだん。より早いかもしれない。羽衣をまとうのがなんかもう気持ちいいですよ。え、すごい。え、すごい本当に慣れてくるのが早いんですかね。なんかさっきよりもこのじわーってビリビリしてるところはちょっと増えました。なんかもう水風呂からちょっと出た瞬間ぐらいからもうなんかこう先からこうふわーってこうお花が咲いていくみたいな、体の中でそんな感じでした。私は整うへ向かっているんですね。行ってきます。
んだろう、早くこのあったかさがなんか心地いいっていうか恋しくなってしまったんですよ。こうサウナテントに入る瞬間にわこれこれみたいな感じでこうどんどん欲しがってしまったので、これは整うに近づいてきたんじゃないかなと。あ、でも気持ちいい、いい感じ。なんだろう、冷たく感じない。やっぱ皆さんがこう繰り返し繰り返し入っていく気持ちが分かりました。そんなにこういっぱいいっぱいやって何か変わるのかなと思ったんですけど、やっぱりこう回を追うごとにこうどん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 この、あのサウナのこう熱へのなんていうんですか、ときめきが増すんですね。で皆さんはきっとそれを求めているのかなって思いました。こちらではなんとプレミアムバーベキューっていうのも楽しめるそうで、お魚とお肉とお野菜と、もうこんな自然の中でバーベキューまで楽しめちゃうんですよ。最高じゃないですか。はあ、ゆきちゃん行ってらっしゃい。ああ君も行ってらっしゃい。赤身から行っちゃいましょう。君こっち、君こっち。あー美味しそう、いい色。食べちゃう。わー、あ、いい色してるでしょ。いただきます。うん、うん、おいしい。お肉すっごい柔らかいですし、おろしソースで結構さっぱりと食べられるので何枚でも食べられちゃいます。さすが福島牛ですね。何ですかそれ。え、クンです。え、なになになに、それ何。クンです。何クンです。何それ。え、ポーズです。ポーズ、ピースみたいな感じですか。あ、もう身がぎっしりですよ。ふわふわ。ほかほかだし、ほくほくだし、うん。バーベキューで焼かれるとこの香りがより引き立ちますね。わあ、贅沢。いただきます。うん、ホクホク。なんかそんなにこう塩しょっぱい感じはしないです。これも結構優しい味がしますよ。わー、ほかほか。ガーリックライスですね。うわ、見てください、お焦げっていうんですか。うん、うん、ガーリックの味すごい、結構香りも強めで、他のさっきのエビとか一緒に食べててもすごい合いそうです。デザートのチョコフォンデュです。熱々のチョコですよ。では大好きなイチゴでいきますよ。ではこれ熱々のチョコとちょっといっぱいつけますね。ほら、うん、最高の締めじゃないですか。これはチョコフォンデュキュンです。もうこんな大自然の中で楽しめるテントサウナからバーベキューまで、もう本当に開放的に皆さんも楽しめます。ぜひいらしてください。キュンです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。